大友氏、大友氏は、鎌倉時代から戦国時代にかけて、九州の文庫国、元大板県を本拠とした一族。文庫、筑語など北九州を支配した守護職、守護大名で、戦国時代には戦国大名に成長し、最盛期には文庫、筑語に加え武前、非前、非後、筑前の六カ国と、日向、伊予の各半国を領有したが、 豊臣政権期に除風された。江戸時代には、江戸幕府の旗本、皇家や大名家の家臣となって存続した。初代当主の大友義直は、相模国愛公軍、古将の皇子の近藤義成、古将義成ともの息子として生まれた。父の義成は、藤原秀里の子の藤原千常の六代後の近藤、影よりの子とする系図があるが、 藤原敏人の旧大後の近藤貞田房の子であるという説もある。吉直は幼児の頃は古将吉直と名乗り、ついで父の幼子から近藤吉直と名乗り、その後、小母子で源頼朝の側近だった中原近吉の勇士となり中原吉直と名乗ったとする説が有力である。また、家紋も中原一族を象徴する。 行用門であることから吉直自身は中原氏を辞任していたと思われる。中原一族には摂津氏など幕府の養殖につく者が多かった。名字については転々とさせていたが、母、都根局方の成家の旗の教家が、相模国足柄上軍大友層、現在の神奈川県小田原市を支配していたことから、大友吉直と称した。吉直の母方の旗の氏は、 源氏の家人として有力な相模の豪族であり、源頼朝の父、義朝は、旗の氏の娘との間に、源の友長が頼朝の任意を設けている。合氏の近藤氏という無名に近い一族の子孫が、義直以降において交流したのは、母方の旗の氏と源氏の深い関係にあり、また初代、大友義直が、源頼朝の寵愛を受けたことにあるが、それは、 母が、源の頼朝のめかけでもあったことや、ゆえに吉名は、頼朝の楽院であったとする説もある。また、何よりも、源の頼朝の信人が非常に厚かった、中原近義の勇士となった、家門である、行陽門は、中原はじめであることを示すことによるところが非常に、大きいとされる。なお、公安九年、1286年に作成され、下元二年、 1304年に筆写されたと伝えられる、大友氏系図の一番古い形態とされる、のつ本大友系図では、秀里流説のみが記載され、年人流説や源頼朝落院説に関しては、全く記述されていない。対して、後年の完成重修書家父は、源頼朝落院説を採用している。また、ほぼ無名の一族でありながら、 源の頼朝による抜擢がその後の一族の交流のもととなった点で、同じく死語として九州で栄えた島津市、小西市と共通しており、この鎌倉時代に九州で勃興した三つ有力御家人を九州三人衆と呼んだ。主たる、通理寺は、親、地下で、着流の守護家のみならず、大友家支流の家柄でも多用されている。 着流家では、室町時代になると代々足利将軍家から、変記の授与を受けるようになったが、戦国時代の歴代当主、十七代義美義、はじめ在親、十九代義長、はじめ義地から二十二代義宗が将軍家の通事で、ある義、義を賜るようになってからは、それが、実質的に通わ雑かし、江戸時代、十三代義条以降も引き続き、義を、 通詞として用いるようになる。初代当主、大友義直の時代に、大友家は、文後筑後氏語職と、鎮税奉行職にタスく任された。しかし、義直と、第二代当主、親衆の時代には、文後に下校したという記録は残されていない。九州に下ったのは、義直の最新の古将十吉、古将重吉とされる。ただし、 大分県文豪大の市大野町藤北に吉直のものと伝えられる墓がある。大友氏が文語守護に部任されたのは小西氏や島津氏の場合と同じくかつては平家の基盤であり平家の家人だった武家の多い九州に対する源頼朝の当国御家人によるおえの役割があった。第三代当主、頼安の第二文語に下校する。文英の役を前にした。 帰国警護のためとされるが、また、大友氏の交流は、初代の吉直の源の頼朝との個人的な関係に基礎を置くため、源家滅亡後の北条氏の執権体制の、東国では微妙な位置に置かれたことにもよる。頼安は現行における戦いで武功を挙げて活躍し、大友氏交流の基礎を築き上げた。以後、大友氏は文家と共に、文後に定着し、 一族諸子を在地豪族の養子として、諸領を集奪し、勢力を拡大していく。親時の諸子から、伊利田氏、のつ氏が起き、さだちかから、松野氏、さだから、立花氏が起きた。あ、原三年、1333年に、五代醐天皇の倒幕運動から、現行の乱が起こると、九州では、第六代当主、さだなどが、小児提供らと共に、 神聖丹大の北条秀時を滅ぼす功績を挙げた。鎌倉幕府滅亡後に、五醍醐天皇による兼務の申請が開始されるが、五醍醐の申請から足利高氏が離反し、高氏は、摂津地域の戦いで敗れ、九州に逃れる。高氏を迎えたのは、小西市であり、たたら浜の戦いで、宮方の菊池市に勝利するが、大友氏も足利方に組みした。足利氏は、 九州統治のために一式の隆寺を九州短大として残して上京し、京都を占領して武家政権を成立させる。なお、九州では南朝勢力が強大化していたため、第九大当主の大友質疑は、お家存族のために南朝に組みするも、家督を弟の大友近代に譲って、第十大当主となし、北朝方に味方させた。これにより、大友家は、 質疑系と、親生系に分裂することになる。大友氏は当初は、九州丹大とは一定の距離を置いたが、南北朝時代には、王安三年、1370年に、九州における南朝勢力の金が新王の政政府を、討伐するために、足利幕府が今川沙代、今川領春を派遣すと、近代は沙代に接近して、所領を拡大し、 九州が平定されると、大内義弘と共にを行い、今川貞代を失脚させている。大内氏は、大英の乱で一時没落するが、室町時代から戦国時代まで、大友、大内、小二の構想は続くことになった。影響三年、1431年に、第十二代当主、持寺家は、大内森美を打ち、九州の権益をなおも確保した。しかし、 大内持世の反撃を受け、さらに親直と敵対する近津奈が持世に組みして反抗したため、大友家の内紛が深まることとなる。この頃の大友家僧侶の座は、質疑系と親政系が交互についた。大友近津は、京都の将軍、足利義則により、日後から呼ばれて、大友家当主となった。この内紛は、文安元年。 1444年に、親政形の近高の娘をおり、その娘が産んだ男子を次期投手にするという条件で、質疑系の親主家が、第15代になったことにより収まった。しかし、親、し家の死後、第16代投手の正近と、第17代投手の義みが対立して、内紛を起こし、一時的に、大友家は衰退する。名王五年、 1496年5月には、大友正鹿が、実子の大友義右を毒殺し、6月には正鹿が、大内義雄により自害に追い込まれて、大友家は滅亡の危機に立たされる。義明の母は、大内氏の出身で義雄と、義明は、名友関係であった。正鹿の伊帝、親治む、母は、親政形、大友近隆の娘ではないが、実力で内紛を沈め、 第19代当主の議長を補佐し、日後に進出を果たすなどして、戦国大名へと飛躍した。第20代当主、吉明の時には、日後や畜後に進出する。しかし、天文19年、1550年の2回崩れの変で、吉明は重心のつくみみまさか、田口明親によって殺された。その後を継いだのが、 キリシタン大名として、有名な第21代当主、義重大友オオトである。この頃には、立花同説ら有能な家臣団の存在にも、助けられ、大友家は、飛躍的に勢力を拡大する。天文20年、1551年には、大内義隆が、家臣の東高房、東春方の無本大名寺の変により死去すると、義重は、 弟の大内義長を大内科当主として送り込み、北九州の旧大内領はもとより、須訪や長門にも影響力を誇った。工事三年、1557年に議長が毛利元成に打たれて、大内氏が滅亡すると、須訪、長門方面での影響力は失ったが、北九州の権益の大半は確保した。さらに総訪林はキリシタンを保護し、自らも回収した。 このことにより、文語府内、元大板市西樹町、県徳町付近には、日本初の西洋式病院が設けられるなど、南蛮文化が花開いたが、反面、元来より八幡信仰や、仏教信仰の厚い家臣団との不和をもたらすこととなった。また、僧林は、工事2年、1556年頃に、薄木の入島城に、本拠地を移している。 近年の研究ではこれは成長機能を全面的に府内から移転させたものであったとされている。また、総林が早くに家督をこの大友吉宗に譲って第22代当主となしたが、これにより天正年間には総林、吉宗の二元政治に弊害が現れ、大友家は内部から構想が起こるようになる。さらに対外戦争でも元気元年、 1570年の今山の戦いで、竜造寺高信に、天正六年、1578年の耳川の戦いで、島津義久に大敗を喫してしまった。特に後者の大敗では、多くの有力武将を失う結果となり、それまで、大友氏の幕下にあった非善、畜善、畜後の国人領主が、竜造寺市や木月氏を筆頭に次々と無本の反旗を翻し、 大友氏は危機的状況に陥る。天正12年、1584年、龍造寺高信が、島津市の前に戦死すると、筑後方面で巻き返しを図るが、今度は、島津市の侵攻を受けることとなり、天正14年、1586年には、大友家の本国である文後にまで信仰され、旧府内の町は焼け野原になることとなった。しかし、総林は、 当時の天下人である、豊臣秀吉に支援を要請して自ら侵入したことにより、秀吉の九州政伐が開始されることとなり、島津氏は豊臣氏との戦いで敗れ、ね、白坂の戦い、大友家は豊臣政権下で存続することとなった。この時、総林の嫡男である吉宗は秀吉より、文後一国を安堵された、総林自身にも日向一国が安堵されるもこれを辞退。 吉宗は秀吉から変気である、吉を許され、吉宗と名を改める。この時家臣であった橘光三虎、後の橘宗重が独立し、豊臣の大名となる。また、この時期に、毛利市へとも親しくなり、宗侶の娘が毛利秀勝、畜五久留米の正室となる、孫武。天正十五年、1587年の宗侶の死後、 吉宗は文禄の役における敵前逃亡を咎められ、文禄2年1593年に秀吉の命令で文吾領を改役された。大友家の家督を天正20年1592年に着難大友義則に譲る。隠居のみであった吉宗であるが、秀吉死後の慶長5年1600年に起こった関ヶ原の戦いで、 西軍総大将、毛利輝元に支援されて拒兵し、カイロ、文後に侵攻し、東軍、細川忠興らの領地となっていた丘陵の回復を計画する。しかし石垣元の戦いにおいて、黒田義孝、黒田助水、福岡県の軍に敗れて降伏し、幽閉の身となった。吉宗の着手、大友義則は早くより父のもとを離れ、 遠く江戸の徳川家に預けられていたので連座させられることはなく、戦後は徳川家の直進である大見旗本として取り立てられた。しかしその子、義地の代になって、大友氏は、むつぐ断絶した。しかし、肥後熊本藩で、細川家に仕えていた、義乗の伊母帝、松野正輝、熊本藩氏の子、松野義隆をもって、家門を再興させることが許され、 好家として存続した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。